今私は、ダオタン通りですね。ダオタン通りの、路地の方に来てます。はい、これずっと向こうまっすぐ行ってもダオタン通り、縦に垂直に交わってる道をまっすぐ行ってもダオタン通りなんですね。はい、分かりやすく言えば、ここにおばんざい金魚さんがありますね。おばんざい金魚美味しいね。和食レストランおばんざいらしくて、はい、このすぐ横の路地なんですよね。でこういったね、なんかムーンアパートとか前も取材させてもらいましたけど、はい、こういった新しいアパートがこの辺いっぱい建ち始めてるエリアで、この道をズドーンと向こうに行ったらそこはもう林南通りです。林南通り分かりますかね、この位置関係。はい、おばんざい金魚を起点に考えていただければ分かりやすいかなと。この横の細い路地を行った先なんですよね。はい、この横、この道ですね。この道ですね。この道をまっすぐ行きます。はい、ちょっともうアパートの前まで行きますね。この道まっすぐ行きますね。はい、まあ立て込んでいるんですけどもね、家とかがね、ところどころでポツーンとこのアパートが出てくるんですよね。はい、ここです。このアパートですね。このアパート、はい、ここ2つアパートが並んでるんですよ。これもサービスアパートですね。これもサービスアパート、ひょろひょろと縦に長細い。でこっち側がちょっと間口が広くてね、はい、ここの南京錠の扉を開けて自分の鍵で開けて、で出入り出入りすると、はい、ここです。まあここもね安いんで、結構ね皆さんやっぱり入ったらなかなか出てこないんですけど、今部屋が空いてるんで一部屋だけ、はい、ちょっと今から部屋の中ですね撮らせてもらいますね。ここです。じゃあこれから室内撮っていきますね。はい、4階の部屋が今空いてるんですね。はい、撮っていきます。入り口がちょうど部屋の真ん中あたりから、入ってきて、長細い部屋ですね。右側がリビングダイニングキッチンで、反対側が、ベッドルームと2つですね。こちらとまっすぐと2つありますね。じゃあまず、リビングの方から見ていきましょうかね。はい、入ってこんな感じ。はい、まあこの手のタイプの部屋が結構多いですよね。普通はこれ真ん中の入り口から、これ半分にちょん切って向こう側どうでしょうかね、まあ35平米とかで、こちら側35平米とかちっちゃく切って安くするみたいなのが流行ってますけど、まあここのオーナーはもう全部ワンフロア全部、長細くなりますけどね、はい、全部使ってくれと。で全部でここ70平米ですね。70平米。はい、見ていきますね。まあ、こちらがキッチン周り、サービスアパートなんで、ここにある家具電化製品、全てフルファニチャーフル電化製品全部つきます。はい、冷蔵庫があって電子レンジがあって、細かいお皿類ですよね。この辺は全部もう家賃に含まれています。まな板、包丁、チョップスティック、この辺も全部。お鍋大中小、ちょっとまだこうか、お鍋大中小にフライパン、はい、この辺が全部普通につきますね。はい、まな板もね。はい、でまあガスのクッキングですね。ガスの、ヒーターですね。はい、でダイニングテーブルがあってソファーがある。ソファーの前にはコーヒーテーブルを挟んで壁掛け型のテレビですね。でちょっとしたねこうバルコニーもつくんですよね。はい、ここ4階なんでこの下も一緒かな。ずっとなんか下の部屋もバルコニーがつくみたいですね。はい、こんな感じ。下の道に対してこう斜めに切り込んでる、ちょっと変わった間取りですよね。はい、こんな感じの部屋、もう向こうはロッティが見えてますね。はい、ダオタンなんでもう金馬エリア、まさしく金馬のど真ん中ですね。はい、こんなタイプの部屋ですね。ですね、ワンフロアに一部屋。はい、でちょっと逆の方に行ってみましょうかね。こちらがサニタリースペース、お手洗い、洗面、バスタブ、シャワーですね。まあ、お湯タンクは50リットルだから、まあ、50リットルタンクが上にあるんですけど、なみなみ肩まで使ってゆったりっていうぐらいのレベルの、タンク量じゃないんで、そこに入って、はい、シャワーを浴びていただくという感じですよね。はい、ちょっとでも暗くならないようにこうやってはめ殺しですけど、ガラスで光を取り入れると。ここには、はい、換気扇があるんでね、
で、廊下挟んでこちらが2つですね、はい、まず突っ切ったらここがメインベッドルームですね。メインベッドルーム広いですよね。まあまあ70平米あるんでね、70平米の2ベッドなんでまあまあ広いです、はい、裏側はまあちょっと面があってしまうんですけど、ここはベッドルームなんでね、もうカーテンは通常閉めて、はい、いただければいいと。でここもう2つ、ここにも開口部があって窓があるんで明るいですよね。とっても明るいですね。でエアコンは 2way 冷暖房完備のエアコンがあります。ベッドがこんな感じですね。で、収納はここ小さなセーフティーボックスもついてますけども含めて、はい、これぐらいの収納があると。天井もまあまあな高さですかね、はい、サイドキャビネットがあって読書灯がついてると、はい、こんな感じですね。で、もう一つこの横にちっちゃなベッドルームがあるんですよね。2つ必要かと思うんですけど、まあもう一つここにもあります。まあ、何も使わなければ何度部屋でもいいんですけども、はい、こういうスペースで、ここにも、クローゼットがついていると、はい、エレベーターがないんでね、これずっと今階段で上がってきました、はい、階段で上がってきました。何階でも同じ家賃ですね、はい、この広さ70平米ダウタン金馬のど真ん中、はい、これで家賃が70平米で660ドルですね。660、この660に含まれてますサービスというのが税金と管理費ですね。レッドインボイスは出ます。レッドインボイスは出る、はい、あとハウスキーピングサービスが週3回掃除洗濯もやってくれます。アイロン掛けもやってくれます、はい、あとお皿を洗うですね。お皿洗い単身者にはとても親切なハウスキーピングサービスがついてます、はい、あとインターネットの使用料ですね、光ファイバーの早いインターネットがついてます。あとケーブルテレビの視聴料で、蛇口ひねって出るこの水道料金、これは入ってます。あとはもう家具類、電化製品類の使用も全部利用金も含まれている家賃が660だということですね。どうでしょうかね。あとここで必要なのはもう電気代ぐらいですかね。電気代とこのウォーターサーバーの上に差し込む19リットルの飲み水ボトル代、これはご自身で払ってくださいと、はい、いうことですね。単身だったら100ドルもあれば十分電気、一番今ももう36度ぐらい暑いんですけども、これぐらいでまあずっとつけっぱにして100ドルなんか届くかなという感じの月々の電気代だと思っていただければ、はい、おしなべてアベレージにするとね8000円とかぐらいになってくるんじゃないかなという感じがします、はい、どうでしょうかね。ダオタンなんですよね、ここね、金馬の真ん中です、はい、で広い70平米それで660ってね、はい、ちょっとアンバランスですけど、まあでもこの古さなんでね、古いがゆえに安いと、エレベーターもつかない分安いっていうのがあります。ただエレベーターなしでもこんだけのスペース広さがあって、それぞれ全部ねサービスも含まれていてサービスアパートで、はい、でまあ便利なエリアにあるというところであればいいよというんであれば、ここはそういう方には掘り出し物の物件じゃないかなと思います。いかがでしょうかね。ダウタンど真ん中にあります70平米の2ベッドルーム660ドルのお部屋、はい、内覧等ご希望であればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをください。ハノイリビングのサポート付きで全力でサポートをして皆様の、はい、生活を支えさせていただきたいと思います、はい、以上でレポート終わります。